本日はミオがなんと結婚ディナーとオーナーまあそうですね。だってさ、一人で生きていたの、結婚したら二人で生きてる。家の中でしかいないとノイローゼレベル。じゃ外に出れないと。落とすとこめっちゃあるよ。あ？落とすとこめっちゃあるよ。何？いや、ショウさんストレスめっちゃ溜まってるよ、ミオのせいで。殺したいとか言ってたじゃん。違う違う、殺したいは違う違う。見てて、あ、重たいんだろうなとは思ったけど、付き合ってる時はあっちが浮気しとったから悪いそれ言ったらそれ浮気を言うので、まあその、使っていいのいいですよめちゃくちゃー静かに今から大きい声出さちょっと見て何やってるんですかザーマスザーマスダンス。ザーマスダンス。ダンス。知らん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 。何してるの？何かあるじゃないですか。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、から、からだな。ミオが、なんと、育休、産休って知ってますか？視聴者の皆さん。職人の人たち、まあ、俺と同じだよね。バカバカだから。俺と同じだよ。パワーかやらさ知らんと思うけど育休産休ってあるってで、まあ国から8割ぐらいもやる8割なんですか。いや、6割ぐらい。そうですね。大丈夫だよ。もう待っとる。3分の2。でもその1回でしてないの。もう一括で1回、今来たから。だけどそれ計算しは分かるじゃない。だけどなんかその、じゃあその後に聞こうと思ったんですけど、興味がね。まあないってないんだけど。あんたお金いけんじゃないよ。そうそうそう、お金別に持ったところで使い道ないから職人だけど怖いこと言ってるのそれで。いえ、翔さんのお金のことも言ったことないですよじゃあ自分で働いたお金のところは自分に使っていい金みたいな感じとか。羨ましい羨ましい。じゃあなんか俺ちょっと羨ましいかもしれない今結婚ディナーとオーナーまあそうですね。だってさ、一人で生きていたの、結婚したら二人で生きてるんだよ。そうですね。助け合って生きてるんだよ。はい。人と友人は人と人が支え合って何なんだ。なんか急に英語になった。エロエロエロラブ。どういうこと。エロボエロエロだけでラブとか言ってる。確かに朝からグイーンってで、まあ育休産休があるとか、はい、でまあ国からお金もらえるとかいいんだけど、なのに俺はね、妙に、はい、YouTuberみんなは子供生まれたって言っておめでとう。ああこっちな、こっち側の人間なんだから出ろよって言って頼むわって言ったら、まあちょっと何、子供とかでやっぱちょっとストレス溜まるね。ずっと家のことストレス溜まる。あ、そうだから家の中にしかいないと、ノイローゼレベル。で外に出れないと、そんだから1ヶ月は出れなかったから、家の中にしかいられない。お前叩かれるぞ。なんで？この生まれない女子からお前こういうやつから叩かれる。なんで？なんで？不幸な女たちから。そんな幸せなのに舐めてんの？じゃあ幸せは幸せ、生まれてきて、うん、家族も増えて幸せは幸せです。うん、だけどじゃあ二人きり子供と自分二人きりの中で、ね、家の中喋りっても話しても面倒ない。ああ。そういうのもないじゃん。だって生まれたてってもう泣くしかないから。だから。今になってちょっと笑ってくれたり、なんていうちょっと遊べるから、外にも出れるし、なんかそのなんかまた変わってきたからあれだけど、本当に家に出れない、家から出れない、会話もできない、もうノイローゼレベルで本当に頭おかしくなるレベル。で、だから元々外に遊びに行きたいタイプとか、外に出たいタイプだと本当にそうなる。人と会話したい人とかだと。だって俺はまさかこいつが手伝わないと思わなかったもん。だって、あ、そうなんですか。子供生まれてもちょっと手伝いよとか言って、なんだよその話がやだよ。ねえねえ、ただマーシャお前気がつけんだよ。印象がすごいな。ビールが大事んじゃないよ。ケンタマのこと忘れてないよ。懐かしい。それは確かに忘れてないけど、中指のことはモザイクかけなきゃんくない。確かに。だけど、で、まあ、なんで手伝いってなったのか。じゃあ何、だってそれで、うん、もうその生まれてすぐとかで話があったんじゃなくて、もう3ヶ月、4ヶ月ぐらいになってくるときに、で、うん、SSI のときに。やめないって言うの。あ、いや、まあやめるやん。あ、じゃあ最初の話。ああ、で、結局今はやめんくなったってなったけど、最初やめるかもで、なんか手伝ってみたいな。うん。
暇だろみたいな感じの電話になってきて本当にもうあれだなバシッてその日にね、あ、そうそう、本当にただその時のその日久々の仕事してもうずっと電話し100年かけたさっきなんか寮も暇だし、ね、なんか毎日遊びに行ってもね、うん、お金が減ってくだけだし、うん、何やと友達はそんなの、まあ、友達もあんま寮もともと友達と遊ばないからで、どうなったりだそう違う違う金かかるって一人で買うお母さんとかとじゃあ買い物行こうって言って行くと、子供のもの見ると、ね、なんかやっぱ買っちゃうじゃん、あ、この服かわいいとか、だからその子のあれでお金が減っただけだから別にいいんだけど、なんかそれをじゃあ毎日しときたら、うん、破産するよって感じやん、ミオがミオお金はどうしようのどうしようのってそのお前、いや、お金はその、まあ、商売家のことは商売子供の服とか子供の服とかはそのあじゃあもう月いくらとかもらってね、もう領収書でそのお金がもう別に財布別な感じ完全別マジだけど、家のことはなんでそんなものを何ぞ男って働いたら今振り込みじゃん現金でもらっとった時代って男ってもっと強かったらしいのなんで今男が弱くなったかって言ったらそれは一説だよ、まあ、他にもいっぱいあると思うけど俺も叩かれたくないから先にこんな動画で振り込まれると奥さんが手にするわけじゃん、うん、お金を成長管理しようからあそういうことでお小遣いもらう立場じゃんそういうことねだからだんだんそれを何年もしてるじゃん勘違いしようからじゃんで今では旦那が年金があってはい、はい、ありがとうございますみたいな別に前っていうのがあったけど今振り込まれてそこから小遣いをもらう立場になっちゃったからだからなんか男は弱くなったみたいないやだってもう通帳も自分で持ってるじゃん自分だってお前偉いそんな女いないでしょ貯金もでしょ貯金は貯金でお互い自分たちでしてで、翔さんは翔さんで自分にしてるし心配ならゆかちゃんの担当の子供があるから知らなかったりしなかっただけかって感じなんかあんま翔さんのために興味がないっていうのはすごいなそうですねだってなんかだってミオが働いた分のお金をそういう風にされとったらあれだけど自分で働いたお金だからミオに関係ないでしょ自己感だけど自己感だけどでもそうじゃないだってうーんそうじゃん、思うもんなんか小遣い制にして逆に喧嘩が増えるとかも面倒いし普通世の中ってさ管理はしたくないけど金はだからいくら使ったか把握したいしもちろんだから結局さなんかよく言うじゃん行ったらこれでいくらでもらえるっていうのが、まあ、最上位におるじゃん、だけど、まあ、結局いっぱい貸してっていうのも気まずいかな使った方が使えるっていうかさそういうのもなんかちょっと嫌じゃん、なんかじゃあ後輩とご飯行きました、うん、金俺持ってないからおごったれんとか言うのも商品的には多分かっこ悪いから嫌だと思うタイプなの、でそういうのとかも考えるとなんか美代子も管理して、横遣い月3万年、4万年、6万年とかにして、あ今そういう風になっちゃうね。そうそう、手持ちこんなにしかないねってそうそうねっやっちゃうなんかそんなイメージになっちゃうそうそうそういうイメージがある美代も今月もありがとう、働いてくれてこれあなたの旅だねそういう人もおるかもしれんけど、なんかイメージ的には、ね、今月のお小遣いね、みたいなみたいになっちゃうなイメージだから、なんかちょっとなっちゃうななんか自分が働いたかのような感じにはしたくないなっていうのだけど偉いね、そこ偉いなあんま興味がないんだ物欲もないから見ようかな、欲しいものとかもないからさ困らんじゃん自分の給料だけでああ俺は自分で貯金しようってさあ、みおは貯金っていうか子供のもん買ったりさ、誰か払ったそれはみおの給料使い道ないじゃんだってみお別に遊びにも行かない物欲もないお前、急にいいやつになっちゃったじゃ急にいいやつ自分の金払ってんのだってそれは別にだって翔さんが家のこと払ってくれてるから子供のことだし別に美代使い道ないからなんかこの子の銀行の貯金になんか美代のお金は入れてるマジあれは翔めちゃくちゃ幸せだな翔さんは翔さんあいつよう文句言っとんのいや文句ばる文句彼のことで文句言っとる言ってない言ってないと思ういや言わんでしょ最初いや月いくらもないんだだから翔さんの給料知らないいくらもらってるかとか。まあでも、まあ割と前な前取りぐらいだと助かるか。どう実際でもやってもいいかなと思う。いや思うけど、でもなんかまあこのおちびがいるから、今までみたいに一人で
じゃあ動きますよ、できるですね、うん、まあそうちょっとそこからなんかどうかなと思う、さすがに俺運転するって言ったんだよ、視聴者に叩かれる前に先にちょっと言っておくわ、はい、俺運転するで、次で、うん、コケコッコやって、コケコッコ、あー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 あなんか泣くときに、なんか赤ちゃんは高い声の方が聞き取りやすいみたいな感じのこと言ってて、でこの声をずっと出してみた。なんか死にかけの鶏みたいな。あるじゃん。すいません。そうか、じゃあまあまあこいつを落とすとこ行くぐらい欲しいな。あんま好感度が上げられない。で落とすとこめっちゃあるよ。あ？落とすとこめっちゃあるよ。何？ショウさんストレスめっちゃ持ってるよ、ミオのせい。あ、そう、なんか殺したいとか言ってたじゃん。違う違う、殺したいは、違う違う、ミオが殺したいは、なんかまあ怒りだ、冗談本能の冗談本能だよ、うんうん、なんかもう、なんか鬱陶しすぎて、もうこいつ本当に死ねよとか言うわけじゃないよ、うん、思うね、うん、こととかさ、一人だったら絶対にないことじゃん。殺したいはまあちょっとなんか、うん、その時の、今思ってるとかじゃない、うん、その時一時的感情、うん、ムカついた時にたまに思うね、うん、喧嘩するのかな、今喧嘩する。でも本当に小さいこと、本当に些細なこと。例えば。なんか言い方とか。ああ、お前そういうの怒りそう。で向こうも言ってくる。なんかそのミュウちゃんの言い方が向こうって言ってた。なんで俺がそんな風に言われなかんのとかも言うから、お互いの言い方は言い方だって。ああ、ミュウちゃんっていうのも。そうそう。二人聞いてね。ミュウちゃん。ミュウちゃん。いやちょっと最近。めっちゃ幸せそうに。最近ちょっとなんか、お前とか言ってくる。じゃ喧嘩した時に。うん、普通に。お前さとか言って、うん、さあね、お母さんちゃう、あのお前さちょっとあれ買ってきたとかさ、そうそうそう、自然な感じで、いいよそれで、んお前って思うけど、あいやなんて言うお前っていうのちょっと嫌じゃないですか。パパに言われるとか、うん、人によって違うけど、あのね、だいぶ上の人が、そうそう、とかなんていうのなんかお前ってなんかあんまちょっと嫌だなみたいな、見ようとは言わないですよ。ちょっとなんかたまになんかテンション高い時に言ってくる。テンション高いって言うことそのな自分の中で気分がなんかそんないい時言ってた、ミワ、うん、こうやってなんかちょっとふざけて、おいミワとか言って、あ、そういう感じ、普通の自然なミワ、自然な感じはミワちゃん、へぇ、お前なんて言うの、ショウちゃんって言うの、ショウさん、マジショウさんって言う、喧嘩した時はショウさん、なんか動画でも終わったって言ってるよ、動画では結構なんていうの、なんかミオ強いみたいな感じで出来上がってるけど、理性的にはミオの方が弱いから、うん、なんでなんで、そんなことないの、マジミオが弱いよ、本当に、そう、このままできてからなんかでも関係変わったしたな、その前から向こうも強いけど、うん、子供ができてさらに向こうも強いけど、そう、うん、強いよ、こミオ負けてるから、嘘だから喧嘩した時とかにお前がとか言ったらもう殺されるんじゃないかなと思って一番思う、そうだから多分時々出とんのかもしれんけど向こうは気にしてないか分かんないけど、うん、もうちょっと嫌わずしな、ね、時間大丈夫、はい、ショーの悪口なんかねえか、ショーの悪口ねショーの悪口なんかねえよ、ここを使ってもらうかもしれない。キラーワードが欲しい小林は。キラーワードが欲しい小林は、社員に無理やり悪口ねえかと声をかけている。悪口って悪口じゃない。なんでだろう、うまくいって、俺絶対別れると思ったの、ぶっちゃけ。最初ぶっちゃけちょっと別れようかなとか思った。で、それはね、ちょっと翔さんに対して、今までチャランポランに遊んできたから、そうそうそう。続かんだろうみたいな偏見じゃないけど、そうそう、今までのチャランポランの行動でしょ。で、それプラスお前もこうだったじゃん、最初。うん、もう勝利一択だみたいな感じだったじゃん。勝利以外人生なしだから、こいつ絶対重たいだろうなって。今でね。いや、そんな重たくないけどな、見てると。今でもこうで。翔から感じる波動は、そんな波動は来てない。その波動来てない俺に対するいやその付き合ってる時の方がやっぱ見ててあ重たいんだろうなとは思ったけど、付き合ってる時はあっちが浮気しとったから悪いそれ言うからそれ浮気を言うてまあその、うん、やっぱ女なんだね、浮気を浮気って言える浮気でしょ、本気ではないわけでしょ、あいつはでも本気だった時はいっぱい多分ね他の気持ちだから、気持ちだから分かるんだけど、そこで一回別れてるじゃないですか、お前と、うん、それも喧嘩したんじゃない、私の浮気があったと使っていいの、いいですよだってちょっと待って、違う、だって自分で浮気したって言ってるもん、動画で言ってるの、動画じゃなくてなんか MZ さんとの
YouTube ライブやってる時とかにも行ってたし、自分でなんか最近公表してたから、今までミオはそれ言ってこんかったけど、本人が言ったからもういいでしょ。あ、そういうことね、使っていいの。俺もリピート再生されるからね。何万人にリピート再生されるからね。じゃあ分かりました、どれ撮ったっけ。そうか、でまた復元しましたって思ってた。あ、そうだな、あ、別れてもカメラ撮りに撮ったもんな。微妙な空気が流れるみたいな、気まずい、ちょっと気まずい空気があるみたいな。カンタさんが一番怖いから、うちらの間に挟まれて。あ、そう、いや、俺もだったよ、お前。なんか俺だけ関係ねえみたいな感じで。俺はなんか悪魔の楽しみ方をしてた。悪魔気づかれたぞ、俺。なんか気まずそうな感じはあったけど、動画のために悪魔なんか楽しそうを演じてやってきた。こっちはでもその時、ギリギリ笑ってお前。こっちはさ、その時動画とかよりも、こっちは心の傷なかったから。だけど俺に感謝だろ。俺と一緒にお前もうあそこ別れて、あなたらもうお前やめろって言ってなかったら、言っとったらもう今ここもいないぞ。どういうこと？俺と一緒に言っとったもんね、やっぱ復縁のしたんだぞ。それ分からん。お前さっき言っただろ、感謝の気持ちをお互いに言ってくださいって。違う違う、感謝はこの会社に入れてくれたことに感謝する、確かに。何分喋った？42分ぐらい。めっちゃ皆さん、あのね、俺自分で言うのもなんだけど、足場半の動画撮ったら本当にネタねえから、15分で終わってそれが9分ぐらいやってるとか、まあ頭に長い時あるけど、ミュージシャンとか45分したことない。まあ俺、まあこの世間話がやっぱ弾むじゃん。やっぱ女の人は会話があるから。そうそうそうね。ほんでさ、俺この間も言ったけどさ、なんかコメント欄にも書かれとるもん。これこの間東京で会った人もいるけど、やっぱ動画見てると、やっぱ安いってその相槌とかもないから、うん、もうこういう時もあるもんな、下手したら。うん、へぇー。いや、気になるじゃん。うん、そうですか。これ撮るのかなとかも。そうそうそう。男なんかそうじゃん。電話しとってなんか、よく喋りかけられるけど、俺も全くそのどっちかしかできんから、女って結構ね、脳がなんか分かれとるとか言うじゃん。男ってなんか一個の大きい塊だからさ、だってそういう感覚がないから、こっちが電話喋ってるときも、なんかやってくるけど。あみたいな。わかるよ。なんかわかるでしょ。でもやるかもです、よく。電話中になんか変わってほしいとか、うん、電話中になんか変わってとか言って、うん、ああ、オッケーです、みたいな、うん。よくやってるかもしれないです。いや、女って言ったら、そう、脳がわかる。なんか、できてんのか。両方回せるかって。男ってできないから。なんか言ってるなんか言ってると、もうこっち全然ないと思う。あー。何でしたっけみたいなね、そう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 。大したことじゃないから、多分聞いていくんだろうけど。ちょっと、先やっとき。なんか多分そんな感じのレベルじゃん。そうですか。快適ですかみたいな。ああみたいな。ねえね、顔芸すごい、顔芸本物。でも分かるじゃん。いや、どこがそうでしょ、みんな。だから、落ちたの典型的じゃん。脳1個もないじゃん。0.7 ぐらいしかなくなるね、あれ、落ちたの。なんか朝からトイレで見とるから、絶対怒ってくれるよ。トイレでうんこポカーって出てるかもしれない。パパは本当にテレビとか見るともう話聞こえてない。いや、聞こえてないでしょ。だって何も知らなくても聞こえてない時間だから。もうだけど落ちてもうなんかこうじゃん。本当なんかもう竹終わった性格って本当にそうじゃん。俺とかってさ、上手に言ったりコミュニケーションっていうか上手に言えるじゃん、うん、まあ、嫌いな人でも褒めたりできるじゃん。ちょっとね、丸く言える、丸く言えるじゃん。だけど落ちてそれできんじゃん。できない、できない。もうなんかね、あれでしょ、3パターンぐらいしかないでしょ。思ったら本当に。もう嫌いなら殴るか。殴るわけないけど。やばい、だからそれ場所になってるよ、これ。これ使ってほしいけど。最近落ちの叫び癖が悪い。ベロベロになると、なんか知らないやつとかで、やっぱちょっとイラッとすると。俺はもう、なんか、あんまり気にしんじゃん。で、落ちはなんか結構、あれちょっと言うさ。パパはね、スイッチが入ってくるの。なんか最近スイッチが入る。それが、最近じゃない、ちょっと前。パパはなんか友達のことをなんか言われたかなんかされて、そう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 、まあ、その発端はどうはね、うち結構やっぱもうほんとこうだから、だから友達のことって、そうそう、ちょっと集め情に集め、そうそう、同級生だったら分かるよ、お前バカかっていうのがもう知らんやつが情報なんで、こっちで関係があるんだからいいじゃん、はい、でここにおったらここの関係がもうどうでもいいか、ここの関係が大事だから、お前何、俺の強いバカだっていう感じ。わかる。まずその先癖悪いというか、なんかじゃあ常に絡むとかじゃないけど、認知だけでも絶対にそういうタイプじゃないけど、知らん人と例えば俺が仲いいやつとおったりして、みんなわーってやったら、例えばじゃあ従業員とか、
でよくあるのうちの従業員が山口にあるんだけど珍獣か、はい、珍獣がおった時に、まあ、あいつ愛感謝目座るしあいつ酔っ払った姿見たことない、うん、あいつもひどいから、うん、俺の従業員だから余計だよね可愛くしてあげたいと思っとるからそいつの酒癖が悪いことがもう偉大だしでこっちが俺と見て、うん、あいつもうそろそろ行くぞってあいつ喧嘩になるぞ多分ね気をつけとってよだってミュウにもそれ言ってたよなんか木山とかね飲んどる時があったんだよね一緒に木山とかなんか飲んどってでなんかパパとミュウが次の日かなんかやった時にあの山口って人は飲むとすごいねみたいな、うんでもいつか誰かと喧嘩になるよそうそうそう言われて俺とかじゃないけどそうそう誰かと喧嘩になるよみたいな、うん、はいじゃあ視聴者の皆さん今後またミホがちょこ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 出てくることがあると思いますがまあそうそうそう最初に喋っとったのはあれだあの一応老期的にはあのあれだからお手伝いで来てるだけだから、うん、YouTube させるだけね仕事しとるわけじゃないからねうん、だから訴えないでくださいね、うん、あれなんかお前ロキ中に働いてこいつ補助金もらってお金もらってないから言っちゃうかはい以上になります、はい、せーのチャンネル登録よろしくねチャンネル登録よろしくねチャンネル登録よろしくねなんかハマってんのこれ長くするとか繰り返すとか